さん、こんにちは。佐藤です。柳川聖華です。本日は清水エスパルス対浦和レッズの試合を見にアイスタにやってきました。イエーイ。今からですね、浦和レッズと清水エスパルスのサポーターにインタビューしていきたいと思います。はい、本日もももちゃんに来ていただきました。お願いします。今日は何で今日は車で行きました。やっぱあれですか、3連休の影響とかありました？あ、そうです。渋滞。私たち新幹線で静岡駅まで行って、そこから車で動いてたんですけど、新幹線の乗り場もすごかったですね。やばかった。同じ日に観測してきた静岡。あ、海鮮丼食べました。あ、待って、私たちも食べたね。同じことかな。あれ、一緒かな。そうだよね。そうだよ。ちゃんのストーリーちょうど見てたんだけど、時間帯同じぐらいで、ね、同じところにいたよね。多分同じ時間に同じところにいたと思います。まあ、考えることはみんな一緒っすね。そうですね。今日の試合の意気込み、前回は終わってしまった部分の中で、今回はリベンジ、1回果たせるように達成3得点帰りたいと思います。3連休中だからね、気持ちよく、ね、その日も差を奪って頑張りたいと思います。頑張らないと思います。応援を頼む。応援を頼む。この雨の中、応援を。はい、ということで、清水エスパルスのサポーターのグレマルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。グレマルです。グレマルです。お願いします。エスパルスを好きになったきっかけをお伺いしたいんですけど。はい、そうですね。僕は静岡県の静岡市に生まれて、ずっとサッカーがやってる、エスパルスがテレビでやってる状況が、まあ、当たり前みたいな感じの中で、あの、偶然手を引き継いで、あ、行ってみたいみたいな話になって、で、お父さんとかお母さんがテレビで見てくれてっていうのを何度も繰り返していくうちに、サンバの応援とか、選手紹介かっこよくて、ずっと行くようになって、そしたら試合もやってるから、選手見て、岡田新選手がやって、そこからずっとハマりだして、もう今こんな感じになっちゃったんです。はい。今、好きな選手の方が今は鈴木唯人選手が、はい。そうそう、唯人さんなんで、二十歳で同世代でもあるので。あ、二十歳ですか？そうです、はい。今年21歳。あ、同い年ですか？あ、やった。むしろ近場のゴールデンぐらいのね、あの方とか、レコードの方とかが、ね、YouTube やってると、めちゃくちゃ僕も嬉しいし、地域でそうやって盛り上げようとか、やってる方はすごく、あの、僕は関係してるので、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。なんか、YouTube やり始めたきっかけとか、なんかあるんですか？あ、そうですね。一番最初は、カードゲームの、あの、チャンネルにしようと思ってて。中学2年生くらいから投稿したんですけど、早い。そこから、まあ、事件があって、カードゲーム一回やめて、でちょっともう一回やろうかなって思ったけど、熱が入らなくて、他になんか YouTube やろうかなって思ったら、あ、そうだ、エスパルス好きだから、エスパルスのところやってみようってなって、と、毎日持ってくことにチャンネルで動画作ったりとか、はい、やらせていただいて、今に至ったんです。先日、あの、裏木チャンネルさんです。ああ、裏木さんからの迷惑の柴犬ですね。はい、要さんですね。ちょうど見させて。あ、本当ですか。今日バスゲームかかってるから、ちょっと、負けたら24時間サックスブルー生活しないといけないので。サックスブルー生活ちょっともう、あのね、メンタル的にも体力的にも来ちゃうので、はい、今日までは果たしていただきたいな。すいません、僕らもお尻に火ついてるんで、勝たせてください。いや、ダメです。あの、しっかりあの、8点0で、あの、帰ってたら。いやー、そんなのね。いやー、往復シリーズの誇りにかけて、ちょっと、投げられないですね。バシバシね。そうですね、バシバシ。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。俺もうあの不要だから、何年ぐらいになると思うんですか？何年ぐらい？5年ぐらい。何がきっかけで？高校の友達に誘われてスタラッツを始めたの。へぇー、めっちゃ可愛い。なんかエスパルスのグッズってなんか見て可愛いの。そうですね。
ます。欲しい。間に合わなかったのがちょっと悔しいんだけど、いやもう仕掛けたらほぼほぼなんかやられちゃいそうな雰囲気が。モーメルクショルツユンカーがマジで怖い。全員で言っちゃダメでしょ。今日はいい試合にしましょう。ありがとうございます。GoPro かなんかで撮られてたと思うんですけど、はい、なんか YouTube とかインスタとか、そうなんです、私も YouTube をさせていただいていて、まあ、ちょっと小さなチャンネルなんですけど、あの、まあ、グルメだと本当にサッカーわかんないので、まあ、グルメだったりとか、あとは静岡県とか、まあ、そういう観光とかもコンテンツに上げてます。ちなみにチャンネル名お伺いしてもいいですか。もちろんです。チャンネル高橋美穂チャンネルと申します。チャンネル、はい、チャンネル、皆さんフォローしましょう。はい、はい、本日はこちらの店の方に来ていただきました。ありがとうございました。はい、清水ココのお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。どういったご関係ですか？カップル。カップル。素晴らしい。いいですね。どういったきっかけで？生まれが静岡で。今日初めて見ると思うんですけど、はい、こういうシーン見たいなとか何かありますか？やっぱり初観戦を勝っていただかない勝利で、気持ちよく勝って
旅行も楽しくなると思うので、はい、美味しいものも食べて、はい、せっかくの3連休なので、はい、本日はゆきたこの2人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。両チームのサポーターにインタビュー終わりました。どうでしたか？はい、それこそ今日グレモルさんとかとコラボもさせていただいて、グレモルさんのお友達も呼んでいただいて、すごい賑やかな会議だったと思います。なかなかこのレッツ女子のインタビューの中ではコラボっていうか、こういうなんかワイワイ系はなかったので、そうなんかいい経験になったなというか、またなんかみんなでね、こう巻き込んで楽しいインタビューをしたいなって思いました。はい、私もグレモルさんと共演してすごいなんか、ね、ワイワイしてて楽しかったから、なんか今後の、ね、インタビューこんな感じでやれたらいいのかなっていうふうに思いました。私はね、グレモルさんが初めてお会いしたときに、話しやすい方で、面白くて、すごい温かい感じで、それでこの方もすごい、サッカー王国だなっていうだけあって、すごい温かい人多くて、すごいいい経験でした。今後もですね、サポーターインタビューしていくので、ご協力いただければ嬉しいです。はい。バイバイ。バイバイ。